はい、おはようございます。おはようございます。では本日の企画、キキシリーズ第4弾、キキリンゴジュース。さあ、子供たち初めてのキキシリーズです。みんな大好き、今日はリンゴジュースを当ててもらいます。はい、全部で5種類、5個用意しました。テーブルの真ん中に置いてます。なっちゃんリンゴ、なっちゃんを当ててもらいます。はい、ではまず皆さんの前にテイスティング用のコップになっちゃん入れてあります。はい、じゃあまずそれ飲んで味確かめましょう。どうぞ。あ、絶対分ける。これ絶対分かる。分かるかな。あ、分かる。いいですか、味覚えましたか。はい、ではまずは1番どうぞ飲んでください。はい、違う。違いますか。違う。じゃあ2番どうぞ飲んでください。違う。何？じゃあ3番飲んでください。違う。やばい。違う。いや、リンゴじゃない感じなんです。じゃあ4番。これ絶対違う。違う。見た目からして絶対違う。量一緒。味全然違う。違う。あ、そう、うん、同じリンゴでも全然違う。同じリンゴでも全然違う。全然違う。じゃあ最後5番飲んでください。5番。絶対5番。さあ、1番から5番まで全部飲みました。はい、じゃあ正解だと思うコップを持ってください。いきます、せーの。5番。あ、全員5番。はい、おいいですね。全員5番でいいですね。はい、では正解発表します。正解は5番でーす。すごい、やっぱ全然違う。4番がすごい。4番はね、4番だけこのドールのこの 100% だった、ね、分かるよ。はい、なんかめっちゃ 100% って感じがする。そうそう、だからまあ4番はねちょっと分かる気がしたんですけど、色がなんか、あとね、みんながこれは全然違うって言ったのこの3番。うん、なんか全然なんか違うか。小祝純粋リンゴ、こっちの方が甘かった。ほう、こっちの方が甘かったし、これはなんかめっちゃリンゴっぽかった。そうそう。あー、なるほどね。こっちはちょっとリンゴがちょっと薄い感じ。なるほどね。リンゴそのままって感じ。はい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 。で、1番がクー。これ迷った。クー。もう1番迷った。1番がクーです。1番クーやと思った。ちなみにどれが一番好きですか。その当てる当てないとは別に、どの味が好きですか。みんな、なっちゃん。なっちゃん好き。あ、なっちゃんが一番好き。はい、なっちゃんが一番好き。なっちゃんが食う。へぇー、やっぱりなっちゃんが一番美味しい。美味しい。へぇー、というわけで以上、キキリンゴジュースでした。じゃあ子供たちにやったんですけど、想像以上に簡単だったんで、ちょっと大人も挑戦してもらいたいと思います。ではテイスティングです。どうぞ飲んでください。はい、なのでじゃあ1番まずどうぞ。ではどうぞ2番です。3番どうぞ、真ん中です。じゃあ4番続いて。顔。これ味が違う。これリンゴを買った。これもリンゴ。これだけどこれリンゴか。やばい、リンゴジュースは好きなんだけど、リンゴ嫌いやからさ。リンゴジュース。これリンゴ。へぇ、じゃあ最後5番。最後5番です。はい、ちょっと草感あるよね。うんうんうん。え、4番もちょっと緑の感じ。うんうん。さあ、5つ飲みました。はい、ちょっと待って、私はもう決まってる。決まってる。
やつあんまり大人は悩むんですね、ちょっと子供らも全部味が違うっつって。へぇ、うん、一個一緒やったよな、あやみさん。へぇ、いいですか、はい、じゃあ正解だと思うコップを手に取ってください、はい、いきます、せーの。あ3番、2番、3番、3番、2と3で悩んで、やばい、1と3で悩んだ。ではいきます、正解発表します。正解は1番でーす。なんで全敗です。衝撃。いやもう1番悩んだね。というわけで大人は全員外しました。はい、リンゴジュース悔しい。ぜひ皆さんもやってください。バイバーイ。バイバーイ。